は変性シリコンです。名前はシリコンと似ていますが全く異なります。こちらの材料は主に外部に使用します。ウレタンと違い耐候性を高めてあるので上に塗装を塗らなくても大丈夫です。コーキング剤が固まった後でも表面が少しベタベタする感じが残ります。ですので室内にはあまり向きません。塗装する場合は油性系の塗料は避けてください。コーキング剤の成分で塗料がいつまでも乾かないという状態になります。水性の塗料で仕上げてください。また塗装に関してはもう一つ注意事項がありますが後でウレタンコーキングのところで詳しく解説します。それではパッケージを見てみましょう。これにも JSIA F4 スター、そしてこれは JIS 規格を取ってないようですね。はい、実は変性シリコンもう一種類買ってきました。サイディング用と書かれたものですが、こちらは JIS 規格を取っているようです。タイプ F の 20LM 20% の拡大収縮率でローモジュラスです。それから耐久区分が8020、これは80度で 20% の変形率ですので先ほどのシリコンより耐久区分が下だということになります。そして MS1 変性シリコンの1成分系という意味です。はい、変性シリコン2種類です。 JIS マークがなかったもの、 JIS マークがついているものです。まあ、こちらは JIS マークがなかったものに比べて値段も高かったですので JIS 規格分の金額が上乗せされているということですね。性能的には保証されているでしょうが値段差ほどの性能差があるかはご判断はお任せします。例えば公共事業などですと JIS 規格を通った製品でないと材料承認を受けられません。使うことができないということになります。またこちらはサイディング用と書かれていますがサイディングじゃなくても使用できます。この変性シリコンコーキング剤を使う上での注意点です。この材料はガラス周りには使わないでください。それ以外だったらシリコンコーキングの上じゃなかったらどこでも大丈夫です。この材料は自己接着性が非常に悪いです。必ずプライマーを使ってください。新規の場合も打ち替えの場合もプライマーをしっかり塗ります。シリコンもウレタンもプライマーなしでもなんとかなるんですがこれだけはプライマーをしっかり塗らないと後ですぐに剥がれてくることになります。その他注意事項としては他のどんな材料もそうなんですが薄く打った場合には劣化が極端に早まります。特にこの材料は塗装をしないことが前提ですので例えば黒いものを薄く打った場合劣化ですぐ白くなってしまいますのでお気をつけください。はい、次はウレタンです。この材料は耐候性が低いため外部では塗装をかけることが前提です。内部で塗装を塗らない場合には変性シリコンほどではないですが表面のペタペタが残りますのでやはり内部にはあまり向きません。それではパッケージです。これは F4 スタージスのタイプ F クラス 25LM ということで 25% の拡大収縮率があるローモジュラスですね。拡大収縮率がシリコンや変性シリコンに比べて 5% ほどいいですね。それから耐久区分8020、変性シリコンと同じです。 PU1 はポリウレタンの1成分系ということですね。そしてここにある環境対策品はポスターのことを意味します。この後のこのノンブリード型、これがポイントです。
はい、ここのノンブリードタイプの説明をします。実はシーリング材の上に塗装を行うとシーリング材の成分が塗装に移行して塗料を軟化させます。その軟化した部分にホコリが付着するなどして表面が汚れていきます。この現象をブリードと言います。このブリードという現象を抑えたものがこのノンブリードタイプです。 100% 防げるものではないですが、塗装する場合にはこのノンブリードタイプを選んでください。また先ほどの変性シリコンでも探すとノンブリードタイプというのがありますので、塗装する場合にはそちらを選んでください。この材料は外部で使う場合には塗装をかけないと劣化が早いということ以外は変性シリコンとほとんど同じ性質です。最も注意したいのが変性シリコンやシリコンを下に打ってそれが固まらないうちにこのウレタンを上に打った場合、このウレタンは固まらなくなります。そんな使い方をする人はいないと思いますが、異なった種類の材料を混ぜて使ったりすることは未硬化現象を起こしますのでやらないでください。最後に要点をまとめます。以上、コーキング剤の解説でした。売り場にはいろいろな材料がありますから、ぜひ最適な材料を選んでください。長くなりましたが最後まで見ていただいてありがとうございました。今回はコーキング剤でしたが、次回はこちら、コーキングヘラ、仕上げ用のコーキングヘラの作り方を解説していきます。それではご視聴ありがとうございました。名神工業でした。We'll be right back.